カットライン。俺の名前は大輔。父の仕事の都合でしばらくアメリカに住んでいたのですが、先月日本に帰国することが決まり、今日からこのスカット学園の生徒となりました。ああ、やっと昼休みだ。さ、ゲームしよう。天候には慣れてるけど、やっぱり初日は疲れるな。ちらほら話しかけてくれる人もいたけど、友達を作ったところでまたすぐ転校になっちゃうかもだし。ま、この学校休み時間にゲームをしてもいいみたいだし、しばらくは休み時間これで潰すぞ。はぁ、くったくった。お前よくそんなに食えるよな。ま、育ち盛りだからね。うん、にしても暇だね。なんか面白いことねえかな。そんなに暇なら我が校のマドンナさくらちゃんにでも話しかけてこいよ。声がでかい、聞こえちまうだろ。さくらちゃん、ほんと可愛くてスタイル抜群だよな。性格もいいし。ま、あんなに完璧な女子さくらちゃんしかいねえよな。存在するだけで教室に花が。って、ん、どうした。あれ転校生じゃね。あ、上に張り付いて何やってんだ。おーい、転校生くん。ん、げ、なんかめっちゃ陽気な人っぽいな。お前何やってんの。な、何ってゲームだけど。はぁ、ゲーム。転校初日なのに一人でこそこそゲーム。お前めちゃくちゃ陰キャじゃねえか。しかもそれなあこいつスカットプロ野球してるじゃん。しかもすっげえ前のやつだぜ。こんな解像度悪い野球ゲーム今時誰がやるんだよ。うわ、ほんとだ、ファミコン世代かよ。はあ、いきなり絡んできて失礼な人たちだな。別にいいでしょ、学校で禁止されてるわけじゃないし。俺らも暇してたけどよ、さすがにそんなゲームいくら暇でもやらねえわ。お前前の学校でも友達いなかったろ。お前みたいなやつが帰国子女とか受けるわ。もうほっといてくれよ。あー、やばい、そのゲームうまいのかよ。え、まあそれなりに。お、自信ありありじゃん、面白い。じゃこのゲームで勝負しようぜ。はあ、勝負？そのゲーム対戦モードとかあるんだろ。俺たち野球部なんだぜ。おいおい、そんなこと言って大丈夫なのかよ。ケイスケ、お前ゲーム下手くそじゃん。バーグ、こんな子供騙しのゲームで負けるわけねえだろ。野球部の本気見せてやんや。あー、めんどくさいな。あ、なんか言ったか。う、なんでもないよ。もし俺が勝ったらもう変に絡んでこないって約束してよね。はいはい、わかったよ。ま、俺が野球で負けるなんてありえねえけど。じゃあ君から先にしていいよ。いや、ゆうべってると言いたい目見るぜ。なになに、球を打ち返せばいいんだな。こんなの楽勝楽勝って。おお、なんだそれ。カーブとかめちゃくちゃ投げてくるから。なに、それを先に言えよ。全然当たんねえ。なんだよお前、やっぱり下手くそだな。俺に貸してみろわ。こんなものタイミング合わせてボタンを押せば。って、ボールが消えた？ああ、それは消える魔球だね。はあ、そんなのありかよ。くっそ、全然タイミングわかんねえ。はい、ゲームオーバー。じゃあ次俺の番ね。これをこうして、消える魔球はこのタイミング、カーブも見切って今、次はストレート。うわ、全部打ち返してやがる。しかもホームランだし。はい、これで俺の勝ち。約束通り、もう俺のことはほっといてよね。はぁ、なんだよ偉そうに。こんなゲーム上手くたって仕方ねえだろ。そうだそうだ、だいたいお前の方が長くゲームやってんだから、この勝負は俺たちが不利無効だっつーな。子供騙しとか言ってたくせに。うるせえな、本物の野球もできないくせに知った口聞いてんじゃねえよ。ああ、大声出さないでよ。ああ、それじゃあ。あ、どこ行くんだよ。あいつ、なんかムカつくやつだぜ。鼻につくというか、帰国子女だからって気取ってんのか。くそ、何もかも気に入らねえ。ゲームも負けっぱなしなのが気に食わねえな。
本当にな、大体強いのはゲームだけだろ。実際の野球はボロボロに決まってら、ひょろがりだったし。そうだろうな。ん？野球？あ？どうかした？ほんまいいこと言うじゃねえか。あいつに分からせてやる方法思いついたぜ。その日の放課後、よーし、やっと終わったぞ。今日は邪魔されてあんまりゲームできなかったからな。明日は休みだし、さっさと家に帰って続きを。おーい、転校生、もう帰ろうとしてんのか。さすが陰キャだね。わあ、俺大輔って名前があるんだけど、何かよ。おーとも、お前明日来るんだろうな。明日学校は休みのはずじゃ。明日はスカット学園名物のクラス対抗スポーツ大会があるんだよ。お前陰キャすぎて誘われなかったのか？傑作だな。いや、知ってるけど、転校した次の日だから参加しなくてもいいって先生に言われてるから。参加しろ。これ命令だからね。命令って、だいたい明日はゲームするつもりだし。つべこべ言うな。いいか？明日朝一でベースボールの試合がある。そこに俺たちも出るから、お前は全力で応援しろよ。応援？そうだ。活躍してクラスのヒーローになって、そしてさくらちゃんにチヤホヤされるんだ。さくらちゃん？誰それ？とにかく明日お前は観客席で俺たちのことを誰よりも引き立てろ。サボったら承知しねえからね。じゃねえ。ああ、ちょっと言っちゃった。明日は一日中ゲームする予定だったんだけど、あの様子だと行かなかったら後々面倒だよな。はあ、なんでこんなことに。こうして俺はスポーツ大会に見学に行くことになったのです。結局来てしまった。試合会場はこっちのグラウンドだっけ。とにかくあの二人のことを応援すればいいんだよな。早速観客席にと。あ、遅いぞ転校生。わあ、転校生じゃなくて俺は大輔だって。先生来ました。本日の4番バッターです。ああ、本当か。え、4番バッター？君は大平大輔くんだったかね。こいつらから話は聞いてるぞ。転校してすぐのスポーツ大会なのに4番バッターで出場だなんてすごいじゃないか。出場？ビビってるビビってる。こんな陰キャに野球なんかできるわけないじゃん。悪く思うなよ転校生。昨日の試験して打席に立たせて恥かけせてやる。先生、それは何かの間違いじゃ。間違い？そんな幻想すんなよ。お前経験者でめちゃくちゃうまいんだろ。昨日熱く語ってたじゃねえか。おほう、それは楽しみだな。実は私は野球部の顧問をやっていてね。大輔くん、君の活躍を楽しみにしてるぞ。ちょっと先生、だからこれは何かの間違いで。はいはーい、じゃあ先生、こいつにユニフォーム着させまーす。おお、お前らは頼んだぞ。さ、転校生、お前にはちゃんと打ってもらうからな。あのレトロゲームもうまかったんだから余裕でできるだろ。なんてだ。こうして知らぬ間にはめられてしまった俺は、なんと試合に出場することになったのです。なんで俺がこんなことに。さあ、続いてのバッターは大平大輔くん。なんと昨日転校してきたばかりのニューカマーです。俺たちを含め先に打ったやつは全員ヒット、つまり満塁なわけだが。そしてここでピッチャーチェンジ。相手はなんと投げる球は160キロ超え、野球部のエース田口くんだ。はっしゃー、ありゃ悲惨だな。田口の球、野球部の俺でもほとんど打てねえのに、フルバッカ間違いなしじゃん。よし、ここで打てば一気に4点だ。大輔くん、期待してるぞ。勝ったおせー。もうこうなったら。さあ、ピッチャー振りかぶって投げました。頑張れー。さあさあ、クラス中があいつに失望して。おっと、なんということだ。野球部のエースの球があっさりと打たれてしまった。え、さあボールは伸びる伸びる。おっと、
ホームラン、ホームランです。やりました転校生、まさかの満塁ホームランです。あ、ホームラン、何が。おいお前ら何をやってる、さっさとホームへ戻ってこんか。はい、どうなってんだ。あの転校生すごいね、満塁から打つなんて。さくらちゃんまであいつのこと褒めてやがる。たまたまさっきのはまぐれだ。しかしその後も、大平くん、まともやホームラン、次もホームラン。この転校生は一体何者なんでしょうか。会場の歓声が鳴りやみません。すごい、大平くん百発百中だ。そう、どういうからくりなんだよ。ちょうどあんなヒョロヒョロだし投げるのは苦手だろ。よし、くるなれ。おい転校生、答えだ。お前ピッチャーしろよ。え、なんで。いいから早く、時間ないぞ。うん。ここで大平大輔くん、今度はなんとピッチャーに回ります。はてさて、その腕前は。ストライク、早い。続いてもストライク、そしてまたまたストライク、あっという間にアウト。まさかの二刀流、大平旋風止まりません。やった、大平くんすごい。なんだこれ。試合終了。結果、奇跡の転校生大平選手の活躍により圧勝でした。すごいぞ大輔くん、お見事だった。私びっくりしちゃった。大平くん、お疲れ様。ありがとうございます。おい転校生、これどういうことなんだよ。お前なんでこんなに野球できるんだ。スポーツなんか絶対無理ですよみたいな面して、俺たちのこと騙してたのか。ちょっと何言ってるかわからない。俺のこと騙したのは君たちの方だろ。俺は参加しなくていいって聞いてたのに。え、大輔くん、君は自分でスポーツ大会に出ることにしたんじゃ。違いますよ、この二人が応援に来てほしいって言うからわざわざ来てみたらこんなことに。お前余計なことを。お前たちどういうことだ。これはその、大平くん本当にすごかったね、かっこよかったよ。さくらちゃんまで。ぜひうちの野球部に欲しい人材だ、どうだい。いやそれは遠慮します。そうか、それは残念だ。君の無駄のない動き方を見ていると、あのヒロシ選手に思えてな。ぜひともうちの部で活躍してほしかったんだが。ヒロシ選手って、あのメジャーリーガーの。そう、あの無敵のスーパースター、大平ヒロシ選手。ん、大平。大輔くん、君の名字って、まさか。あバレちゃいましたか。実は俺、大平ヒロシの息子なんです。なわけねえだろ。やっぱりそうか、あのフォーム、あの呼吸法、そしてあの二刀流、どこからどう見てもヒロシ選手と同じじゃないか。いやー、意識したことなんてなかったけど、小さい頃から父とは野球しかしてこなかったんで、自然と身についたのかもしれませんね。すごい、メジャーリーガーの息子だなんて。そんな旗で信じねえぞ。ああ、ますます野球部に欲しい。大輔くん、やっぱり入部を考えないか。先生ごめんなさい、俺野球は趣味で満足してるんです。何より俺、人のこと騙すようなやつと一緒のチームに投げたくありません。それはお前が生意気だから。それもそうだな、大輔くんの正体の凄さで忘れていたが、お前たち人を騙すとはどういうことだ。それでもスポーツマンか。先生、これはその言い訳は聞かん、徹底的に鍛え直してやる。とりあえず明日までに反省文5枚書いてこい。そして今日から1ヶ月、お前は鬼の特訓メニューに変更だ。鬼の特訓メニュー、それだけはみっちり鍛えてやるからな、覚悟しろ。そんな。そうして、
このスポーツ大会の直後、俺は学校で注目されるようになっていました。休み時間にゲームはできなくなってしまいましたが、それなりに楽しい学校生活を過ごしています。一方、あの二人はというと、おい、大輔。ん？って、どうしたの？その頭。その、こないだのスポーツ大会では悪かったよ。俺も悪かった。あんなことをしておいて言うのもなんだが、俺たち野球には本気で向き合いてんだよ。だから、もし大輔がよかったら野球を教えてくれね。まあ、教えるくらいなら大丈夫だよ。本当か？ありがとう。じゃあ、早速キャッチボールしようぜ。と、まあ、一悶着ありましたが、彼らは今では俺の大事な友達になりました。最後までご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひ他の動画もチェックしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。